ください。ちょっと待ってって遠慮する。ちょっと待ってって。でもう一回言ってもらおう。もう一回ね。ですね。私はよくわかりませんでした。というのは恥ずかしいことではありません。内容を正確に伝えることが非常に大事になります。わかりました。内容はちゃんと理解することですね。そうですね。伊藤さんがこう言いました。実は和田さんに急ぎの書類を頼まれているんですが、そちらはメールで送りますと伝えてくださいということでしたね。伝えるときにいい表現があります。とのことで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 す。と連呼しますよっていうことを相手に伝えることができます。こう言いましょう。急ぎの書類はメールで送るとのことです。急ぎの書類はメールで送るとのことです。メールで送るとのことです。メールで送るとのことです。はい、よくできました。スムーズですね。すごいね。使ってます。頑張ってください。はい、頑張ってます。